自衛隊の哨戒機に対する韓国軍のレーダー照射事案で、岩屋防衛大臣は詳細に例を挙げて韓国側の見解に反論しました。韓国側の見解につきましては、事実関係の一部に誤認があると考えておりまして、岩屋大臣は韓国国防省が日本の哨戒機が韓国の駆逐艦の真上を飛んだと主張していることに対し、真上を飛んだ事実も低空飛行で接近した事実もないと反論しました。また日本の無線による呼びかけが微弱でコリア、コストなどとしか聞こえなかったという主張に対しても、そのような用語は用いてないし、天候も悪くなく3つの周波数で3回呼びかけたとして疑問を呈しました。その上で証拠となる照射されたレーダーのデータの公表については控えるとしたものの、当局間の専門家の間なら韓国側に提示することは可能だとしています。